さあね、今回は JR 東日本京葉線東京駅来てます。まあ噂の、まあ、成田新幹線用に予定されたホームに向かって頑張ってあったわけなんですけど、今回ね、京葉線、まあ京葉線ってなかなか結構出会い奇跡が多いんですよね。今回ね、平日にわざわざ来てるっていうか来てるんですけど、まあレアな行き先で言うと、まあ、通勤快速シリーズですよね。通勤快速鳴門行きと勝浦行き、そして内房線君津行き、あとはまあ快速の本田行きなんていうのも平日夕方1本だけありますけど、今回その中でもね、通勤快速の君津行きに乗ってみたいと思います。以前通勤快速企画なんていうのもね、1年も経ってないか、まだまあ、チャンネル読者数が300人か400人の時で、僕もちょっとまだその辺記憶曖昧なんですけど、その時は確か蘇我までしか乗らなかったのかな、蘇我まで乗ったんですよね。でもまあ蘇我までしか逆に乗ってないので、今回はちょっとその例の君津行きに乗って、君津まで終点までちゃんと乗りたいと思います。やっぱり乗り通さないとね、乗り鉄とは言えません、一部を除いて。で、まあ、やはりね、まあ、混んでるっていうのもあるんですけど、まあ、混んでるのでね、ちょっとあまり、まあ、でっかいとか、なんかあんまり派手派手しい撮影はできないんですけど、まあ、こそこそとちゃんとね、車窓を映す限りできたらいいと思います。まあ、京葉線のね、通勝快速、まあ、鳴門行き、勝浦行き、まあ、これもいずれ乗っていく予定ではありますので、まあ、今回、君津行きにスポット当ててやっていきたいと思います。さあ、ちょっとね、遅延、内房線はと書いたんで、ちょっとなんかまずい予感しかしないんですけどね、大丈夫でしょうか。まあ、海沿いに近い君津立山かなと思います。まあ、やっぱり君津立山間か。まあ、ここはね、風規制がいいじゃない。特に金谷の辺りかな、浜金谷とかあの辺が結構きついらしいですね。多分3段目に出ると思います。はい、こちら、通勤快速の君津行き。海浜幕張駅で通勤快速の通過待ち合わせ。これで分かった方は、海浜幕張を通勤快速が通過するということですね。あの、大きな海浜幕張を通過してしまう。じゃ停車駅は何なのか見ていきたい。京王線通勤快速の停車駅です。停車駅、八丁堀、新木場、そして舞浜なんてもうはね、通過してしまいます。こんなね、こんなところはもうどうでもいいです。はい。で、新浦安もね、大きいんですけどね、通過ですね。もう南船橋もね、通過しちゃいます。海浜幕張、幕張目線はね、客なんてもういらないです。蘇我まで。つまり、停車駅は、八丁堀、新木場、そして蘇我。新木場の次が蘇我ということでね、24分間ぐらいかな ?24 分、26分かな ?26 分間。止まらない、ということになっています。すごいですよね。逆に言うと、そのまあまあ、まあ、結構ね、快速、京葉線の快速もまあ飛ばしてる方であるんですけど、それと比較しても、ね、9分も蘇我の到着時間が早いということで、海浜幕張は確か特急列車も停車するはずなんでね、さざ波号とかも、まあ、停車はするはずなんですけど、まあ、これもね、これは通過してしまうということで、まあ、簡単に言うとですね、遠近分離ですね。東京側の人はね、すぐ、まあ、一番早く、千葉方面に届ける手段としては、やっぱり通勤快速。海浜幕張までの人、また舞浜に行くディズニー客、また舞浜かディズニーからね、乗ってくる客もね、妨害しないとね、快適な通勤は得られないですから、通勤快速はね、1日2本しかありません。確か18時10分だか15分ぐらいにある、勝浦駅、鳴門駅、これがね、本田駅で切り離しということで、これはまた、2つの行き先があるんですけど、これ1列車なんですね、京葉線内1列車なので、2本しかなくて、外房線方面に行く本田駅じゃないですね、申し訳ないです。外房線方面に行く鳴門駅と勝浦駅、そして、内房線方面に行く君津駅。まあ、内外房線各1本ずつ走っています。君津というのはね、ここで木更津の1個先です。京葉線系統の電車は基本的に外房線、かつては一宮まで日中は直通していて、内房線に直通する東京タワーからの電車っていうのは大体はね、総武快速線から来る電車が多いんですが、朝夕ダッシュ時間帯には君津方面、内房線への直通列車、快速電車もね、また各駅停車も運転してるかな、もあります。外房線の場合はね、こっちの勝浦、ここまで行って、
そしてまあ、ナルトなのでこっちの方は行く練習もあるんですけど、今回はこっちのね、キミツマです。昔は確かなんかさぬき町まで来てた京王線って確か昔あった気がするんですけどね、気のせいかな。さぬき町行きっていうか、さぬき町始発の京王線ってなんか聞いたことがあるような気がするんですけど、こちら側の外房線の方にははですね、本田駅で途中分割関係で6プラス4の分割編成しか入れないことになってるんですけど、こちら側内房線側には重量固定編成が入る運用になってますので、運が良ければ209系の京王34編成の運用もありますが、まあ、京王34ではね、まあ、ないというか、まあ、ちょっと確認したところ違うということが判明します、ね。まあ、どうでもいいと思います。この辺来るとね、まっすぐ行きますよね、ラッシュ時でも。ただ下の方に行くとまた混んでます。新木場からも結構乗るんでね。あれ、通勤快速どこだ。多分3番線か4番線かどちら側かから出発すると思います。まあね、ここに舞浜と書いてありますけど、舞浜コミューターラピッドパス特急、まあ、リミテッドエクスプレスパスということで、コミューターラピッド乗っちゃうとね、蘇我ですよ、蘇我ね。あ、もうあぜんですよね。もう、蘇我なんかに疲れてもね。もう、サッカーの試合でも見んのかって話ですよね。サッカーの試合やってなければね、もう意味がないです。いやー、でもな。まあ、舞浜通過はなかなか素晴らしいですね。ちなみによくネタとしては、クリスマスね、大体まあ平日にやってることですけど、クリスマスの日ね、京王線の通勤快速乗りました。あら、蘇我に着いちゃいました。ディズニーのパレード終わっちゃいました、残念残念っていうね、ネタがあるんですけど、まあ、それをやる人は非常に、まあ、かなり少ないと思いますね。あと通勤快速運転してるような時間にディズニーに行くような人が多分いないと思うんで、アフターシックスとかね、買うんだったら、まあ、6時ちょうどにね、あの入るぐらいの勢いで行くと思うんで。ここに並んでる人は通勤快速待ちの人ですね。今止まってるこの快速には乗らず通勤快速に乗る人です。逆に快速でさえ、優等種別の快速でさえもね、全然人ですね。ここから先ね、ドアがもう一つ奥にもあるんですけど、運転手さんもね、ここから先に進めないらしいです。3番線に東行き止まりの電車が参ります。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。この電車は10両です。折り返し19時18分発通勤快速君津行きとなります。 Your attention please. The commuter rapid train bound for Kimitsu will soon arrive on track number 3. For your safety, please stand behind the yellow line. 3番線は折り返し19時18分発通勤快速通勤快速通勤快速です。一旦ドア閉め、整列駐車まであります。ご注意の利用でください。一旦ドアを閉める理由としてはですね、片っぽのドアがですね、まあ、降りる人がいて、片方のドアが降りる人が、ね、住んでたら席をね、そう、片方のドアが取られてしまうということがありますので、まあ、それの対策かと思います。なかなかこれは見られない対策ですよ、京王線の中で。 Rapid train bound for Kimitsu departing at 7:18 p.m. 発車まで幕張には停車いたしません。この中央線であるんですけど、折り返し乗車数ね、なかなか多いのでね、ドアを閉めたものになぞれずにと。山本さん、ドアを開けてください。はい、この声です。一旦ドア閉め、整列駐車でご協力いただきたいと思います。はい、こういうことですね。まあ、これをやるのはね、結構効果があるということでやっています。ただまあ、ここのね、スペース取ってきます。This is an Uchibou Line Commuter Transit Service Train for Kimitsu. Thank you.
が19時26分、都が19時50分、おい20時3分、木更津20時24分、終点金津には20時32分に到着いたします。この列車は19時。3番線ドアが閉まります。ご注意ください。JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は内房線直通、通勤快速、秘密行きです。次は八丁堀、お出口は右側です。八丁堀の次は新木場に停まります。 This is an Uchibon Line Commuters Rapid Service Train for Kimitsu. The next station is 八丁堀 JE2. The doors on the right side will open. The stop after 八丁堀 will be 新木場。この電車は内房線直通、通勤快速、秘密行きです。次は新木場です。この電車には優先席があります。優先席を必要とされるお客様がいらっしゃいましたら、駅をお譲りください。お客様のご協力をお願いいたします。This is a 内房 line commuter rapid service train for 秘密。The next station is JE5.
右側です。新木場の次は蘇我に止まります。 The next station is 新木場 JE5. The doors on the right side will open. The stop after 新木場 will be 蘇我。この電車は内房線直通通勤快速君津行きです。次は蘇我です。お客様にお願いいたします。車内では携帯電話をマナーモードに設定の上通話はお控えください。ご協力をお願いいたします。内房はコピルフラップ7-4君津。The next station is 蘇我。さあ、まもなく、東京ディズニーリゾートの最寄り駅舞浜駅通過いたします。舞浜駅を通過するのはね、特急さざ波号、赤潮号などで、まあ、通過を体験できるんですが、まあ、この京王線のね、233系がもうとてもじゃないけど夢の国のようなね、状況ではない車内の状況でありながら、まあ、通過していくというのがなかなか楽しいんですけどね。さあ、まあ、これをね、リア充でもなんともないので、セロハンテイツ君がね、まあ、見ていたらね、君はなんでね、そんなディズニーばっかり行ってんだってね、言ってるところですけど。さあ、ディズニーを通過、まあまあ人がいましたね。うん、やっぱり帰宅がした。はい、ではディズニー通過します。ちょうど今こちら側がディズニーシーですかね。さあ、ディズニーシーをね、どんどん通過していっても、そしてね、列車は新浦安を通過します。新浦安はね、まあ京王線の中でも特に、まあ、海浜幕張とかに次いでね、まあ、新しく再開発したところではまあ多いんじゃないかなと思うんですけど、この浦安、新浦安も通過します。まあ、京王線のね、混雑の原因はね、ここなんじゃないかというね、ここと海浜幕張のせいで京王線がべらぼうに混んでんじゃないかっていうぐらいの感じなんですけどね。そんな新浦安も通過です。爽快ですね、ここは。さあ、ここはどこでしょうか。二俣新町ですかね。
実はね、この運転手さん、なんと二俣新町の警笛を鳴らしたと、見た感じね、あんまりなんか、人がめちゃくちゃいる駅ではなさそうなんですけど、ここでも警笛を鳴らすのかっていうね。ちなみに、後々また言うことになったんですけど、この運転手さんね、なんと、蘇我までの全ての駅で警笛を鳴らして通過していきました。そして、列車はですね、武蔵野線との合流駅、南船橋を通過します。南船橋もね、まあまあ大きな駅でして、周辺にはララポート、また船橋競馬場を、などが、ね、ある、まあ、10駅、まあ、休日だったら10駅になるんだろう、なると思うんですけど、まあ、遠近分離の、ね、概念から、まあ、この電車は、南船橋ですらも通過してしまうと。南船橋駅は、ね、京王線の、快速電車も停車する駅となっておりまして、まあ、位置づけ的には、まあ、中京駅って感じですかね。大きな駅はあります。南船橋からね、武蔵野線の始発列車も多く出ておりますが、この駅も通過。なかなかね、結構大きな駅なんですけど、結構人がいないですね、これ。うん。まあ、これはね、なんで人がいないかは後でわかります。そしてね、こちらが、イオンモール幕張新都心の近くなんですけど、ここら辺にね、今、駅を作っています。まあ、暗くてね、わかりにくいんですけど、もうそろそろかな。そろそろ見えるはずなんですけどね。そうそうです。足場が見えるはずなんですけどね。もうそろそろかな。多分、ね、もうそろそろって言いたいんですけどね。もうそろそろって言って。あ、ここなんですよ。はい。でね、上り線が、高架になってまして、下り線がね、これ地上みたいになってますので、まあ、宇都宮線のね、東鷲宮みたいな駅の構図になるんじゃないかと予想されています。下り線がね、地平駅になってて、上り線が高架駅になってます。イオンモール幕張新都心へのね、アクセスが抜群な場所に作られています。イオンモール幕張新都心はね、イオンモール、イオンレイクタウン、よりも、小さいってことなんで、まあ、イオンの中でも2位ぐらいになると思うんですけど、イオンの本社だとね、イオンの本社は、千葉市美浜区ということで、まあ、ちょうどこの辺に本社があるということで、まあ、もちろん近くにね、でかいイオン建てるのは当然って感じでしょうか。そしてね、列車幕張メッセが見えてきたということはね、そうそう、海浜幕張に通過します。乃木坂やね、欅坂、また東坂の相談のように握手会会場、全国握手会であれば絶対ここだと思うんですけど、海浜幕張に見えてきますね。海浜幕張駅、ここでね、先行の快速電車を動かします。まあ、先ほどの南船橋もね、人があんまりいなかった理由は、ここの快速電車には全員人がね、乗ったのではないかと予想されるんですが、まあ、なかなかね、この海浜幕張を通過するという体験はあまりないです。海浜幕張を通過するできるのは、私も乗れなくて、特急でも止まる駅ですからね。まあ、なかなかね、その快速電車を抜かすという、まあ、通勤快速に抜かれたら快速がね、その他列車に抜かれるっていうのはかなり京葉線では珍しいことだと思うんですけど、まもなくしますね、列車は千葉港の駅を通過します。蘇我からね、海浜幕張の間は京葉線の快速電車は全駅停車ということになっています。千葉港はね、京葉線の先行開業区間になっていまして、まあ、千葉港駅なんていうのは、ね、昔はいっぱいあったものなんですけど、まあ、今では千葉港駅なんてものは、なくなってしまいましたね、定期では。さあ、そろそろね、蘇我に到着します。The doors on the left side will open. Please change your for the Sotobo line and for Chiba. After Soga, we will be stopping at all stations beyond.
Train for Kimitsu. The next station is Hamano. There are private seats in those cars. Please offer your seat to those who may need it.次は八幡宿です。The next station is 八幡宿。次が発車します。ドアが閉まります。ご注意ください。2番線から通勤快速ニーチ行きが発車します。ドアが閉まります。次は五井です。The next station is 五井。まもなく五井、五井。お出口は右側です。小湊鉄道線はこの機械です。The next station is 五井。The doors on the right side will open.Please change your floor, the Kobinato Tetsudo line.The next station is 長浦。次は袖ヶ浦です。The next station is 袖ヶ浦。次は岩根です。The next station is 岩根。3番線ドアが閉まります。
ご注意ください。次は終点、君津です。This is an Uchibon Line train for 君津。The next station is 君津 Terminal.逆にここに来るまでね、乗客が少なくならなかったっていうのはもうすごい遠近分離されてますよね。内房線そがでみんなもいいのかなと思ったらそうでもなく、まあ大体の人は内房線内、そがで降りた人はかなり少なかったです。内房線一番降りたのは浜野と浜野ぐらいですかね、浜野と5位、それが浦と木更津で降りました。ただ座席がですね、空いてる、結構ガッツリ空いたなって思ったのはもう木更津座席ですね。木更津でまあまあ降りた感じですね。これだったらかなり高速バスにも対抗しているなという感じではあります。隣の車、このね、先頭10号車はこんな感じですけど、隣の号車を見てみるとまあまあ乗ってるっていうね。なので結構遠近分離というか、本当にこっちの方から通勤している方が多いなという印象ですね。はい、すごい、ここまで徹底された遠近分離されると本当ね、通勤快速の利用価値はすごいあるなと思いますね。The next station is Kimitsu Terminal. The doors on the left side are open. Please change your for the Uchibon Line for Kazusa Minato and Kateyama. Thank you for traveling with us, and we look forward to seeing you again. というわけでね、なんとか君津に着きました。くそ、結構無駄なね出費をしている気がするんですけど、まあ置いておきましょう。というわけでご視聴ありがとうございました。なんでこんな時間にこんなところに、まあいいんですよ、無駄な出費こそがね今後の利益になるので。